Hôm nay là thứ bảy, ngày 10 tháng 7.今からベトナム語の勉強するときのね、ノート、こんだけ今蓄積溜まってきてるんだけど、どういうふうにね、ノートをつけてるのか、どういうふうに活用してるかっていうのをちょっと記録をしていこうと思うんだよね。自分なりに整理して。まずね、こんだけノートあるんだけど、最初にノートこれ取り始めたのが2021年5月だね。まあこんな感じで最初の背表紙に開き、背表紙、あ、背表紙じゃない、裏表紙か。発音の母音の仕方とかね、マツシーンのね、発音の仕方とか。これはトマト大全の優勝でね、ダウンロードできるやつを買って、非常にこれ有用だと思ったんでね、大事なことだと思ったんで、自分でここに転写してるんだね。まあ、この内容ね、ノートの付け方はね、まあこんな感じで、殴り書きというか、メモだよね。きれいにノートを取って、それを礎として、勉強していこうというよりかはね、体系的にやっていこうというよりかは、殴り書きのメモだよね、本当に。こんな感じでね。とにかく、勉強したところ、記録しとこうという感じでね。まあ、そういう感じでノートを取って、つらつらと、何冊ね。やってるのって、ある時からね、これか。このノート。このノートからね、こういうふうに、この、後ろにね、こっちは正面だけど、後ろ側にこのメモをつけてな、表をつけてるんだよね。ちょっと見えてくるが、こういう表をつけていって、これが一番最初の表なんだけど、どういう表かというと、まあ日付とね、カレンダーの日付と、この、記帳列。翌日列、1週間列、1ヶ月列っていうね、列を設けて、表を設けて、そこにチェックをしていく。記帳っていうのは、この日、まあノートに書き込んだよっていう、書き込んだよっていうか、その日にチェックして、それがこれ9月19日から始まったんで、9月19日チェックを入れて、じゃあ翌日、まあ、9月20日にちゃんとこれ、復習したよ、1週間後、9月何 ?27? 復習したよ、1ヶ月後、10月20日、復習したよって、こうね、チェック表もつけたんだよね。よくコンビニとかサービスエリアとか行くと、トイレのね、掃除チェックとかってこう、そういう感じで、勉強したかというよりかは、勉強したかというかは、ノートをね、ノートに書き入れたかどうか。書き入れたらそこにチェックを入れて、じゃあそれをちゃんと復習していこうと。で、まあね、この翌日1週間後、1ヶ月後ってね、よく忘却曲線っていう、人間はね、忘却の忘れる生き物だ。ね、覚えた、そういう情報を得た途端にもうすぐにね、二次曲線のようにこう、ぐわーっと忘れていくってね。で、一部のそういう情報ね、大事な情報とか強烈に印象に残った情報っていうのは、長期記憶みたいな感じで、こう、ずっとね、半未来、永劫的にこう残っていくっていう。それ以外はほとんど短期記憶、メモリー上に記憶したけど、電源落としたら忘れちゃうみたいな。ハードディスクにはなかなか落とし込めてないっていう。そういう脳のね、仕組み、人間の仕組みっていうのが、まあ、あるっていうので、で、それをね、なるべくこう、定着させるには、ある一定感覚で、復習してやる。記憶をね、再度呼び起こしてやる。そうすることで定着して、長期記憶にね、なりやすいっていうことなので、じゃあこれ、勉強した次の日と1週間後と1ヶ月後で、それぞれやっていこうじゃないか。復習していこうじゃないかっていうね。まあ、そう、なかなか、自分ではね、そうは思っても忘れちゃうし、何日目だっけとかね、忘れちゃうので、表にしてね、こうやってやって、記録して、じゃあ実際にその
ページ本体の方もね、ここに、例えばこれ10月20日。10月20日で、01、02、03って翌日、1週間後、1ヶ月後っていうとこをちゃんとね、チェック入れるように、日付を入れるようにして、いて、遵守していこうという感じで、こういう表にやってんだよね。まあ、このね、タイミングっていうのは、いろいろ学説もあるみたいで、忘却、忘れしにくくするように、定着するように復習するタイミングっていうのは、もっとね、この翌日っていうよりかは、何時間後とか、3時間後とかね、もっと細かいタイミングがあったと思うんだけど、さすがにね、その日やって3時間経ってまたとか、無理だし、続かないな。続けられる、ね、タイミングとして翌日、1週間、1ヶ月、もしかしたらね、もっと違う日付、何十時間後とか、20、36時間後ぐらいがいいとか、そんなあるかもしれないけど、1週間後じゃなくて、9日後がいいとかね、35日後がいいとか、そういうのあるかもしれないです。でも、それ自体もいろいろ、一つのね、値っていうのはまだ出されてないみたいな、じゃあまあ、自分がやりやすい、キリのいいとこでやろうかって感じで、こうやってつけてやって。まあ、そこそこね、最初のうちは、この表でもあるような、そこそこやっていったんだよね。これは10月か。10月もね、まあ、抜けもあるけど、そこそこやっていたりとかね。このノートも変えてもまた、これは12月か。12月で、1個めくると、これ11月は、これは結構、空きがあったりね。まあ、いろいろ、忙しかったりね。仕事忙しくてなかなか取れないとか、まあ、やる気がなくなっちゃってとかね、そういう時ももちろんあるんで、穴はあるんだけど、ただまあこれつけてることで、あ、この辺の時はやってなかったなとかね。で、またこう1月になると、1月も結構穴だらけやねとか、やってないねとか、2月とかね、3月だ、これはね、3月最悪やね。こんな感じ。スカスカなんだけど、ただまあこれやめたって言うんじゃなくてね、やめちゃったじゃなくて、やめちゃって再開じゃなくて、ただまあ、スパンが伸びてるだけだってね、継続はしてますと。別に毎日、まあ一応毎日やるように表は作ってあるけど、その日はやんなかった。でも別にやめてなくて、スパンが伸びてるっていうことでね、ちょっとこれが希薄になってるけど、その後、今は、あれか、5月以降、5月、6月は割とね、まあ真面目に、やってるけど、最初の頃はね、結構充実してた。充実した。1ページ、1日あたりのボリュームはね、多かったんだけど、これをちょっと振り返ってみるとね、なんかこうね、12月、17、見開きでバーンと使ってる。だけど最近は結構1回あたりがしょぼい。しょぼいね。少ないね。ボリュームが少ない。まあ、こう、まあ、半ページ、大体半ページじゃない。見開きのページは用意してるけど、見開き両方はちょっと、ね、ちょろっとこう、贅沢な使い方で使うこともあるけど、こんな時もね、6月13日、もう本当にちょろっと、単語を少し、ケムティン、カインドン、畑とかね、ケムティン、お金を稼ぐ。エム君、ホンベラー、大会ないら、もう一回こう、なんだ、もう一回こう、もうついに書くにゃお。私もわからないけど、まあ人それぞれの考え方があると思いますとかね。まあいろいろ、コンテンツはね、コンテンツ、その情報の発信源はもう何でもあり、日常会話の中で気づいたこととかね、教えてもらったこととか、テキストのこれ覚えとかなきゃとかね。YouTube の動画とかね。何でもいい。これは覚えとこう、メモしとこうっていうことね。だから、その日によって、ボリュームも違うし、コンテンツ内容もね。あれも単語ばっかりで終わっちゃったりとか、ちょっと、口語的な文章にしてみたりで、記録したりとか、いろいろね、その日の、
あれによって違う。でもまあ何らかのね、そういうベトナム語に接して、これは学習しようというので、それはネタは何でもいいのでね、発信には何でもいいので、記録をして、それをじゃあ、記録をして記憶をしようというためにね、こういうふうに復習する表を作ったりと、検査表を作ったりと。まあこれはね、最初9月から去年の9月中旬から始めて、まあなんだかんだ言って、この表自体は毎月作ってて、スカスカの部分もあったけど、毎月作ってるので、一応継続してるっていう意味ではいいよね。僕のまあ、性格上というかね、なんかこう、コレクション趣味みたいなところあるんで、継続していくというか、こうなんか、どんどん貯めていくっていう部分で、ね、満足度を乱すっていうのは、ね、これは個人的な特質かもしれないけど、そういうところを利用して、まあ、モチベーションにつなげて、こういうのがなかったら、じゃあもう、ノートに記録するっていうこともしなければ、それをね、意識することもなければ、今日なんかネタがあるかなとかね、今日何勉強したんだろうっていうことになければね、どんどん勉強、学習っていうところに、気迫になってるかもしれない。ちゃんとね、ベトナム語学習してる学生だったら、ね、それがまあ本分としてその時間を取るんだけど、まあ本業っていうのはある中でね、時間を割いてこうやろうときには、ああ、あれ、あのネタがあったなとかね、こういうことを教えてもらったなっていうのを覚えてる限りね、記録して蓄積していくっていうね。まあ、一つの記録媒体としてね。この本当に記憶効果があるのかっていうのはわからない。そんなに自信がない。1ヶ月後、ね、久々こう復習して。でもまあ、思い出すかわかるよね。それは。今まで2回復習してるので、ああ、またこれね、久々これ見たね。1ヶ月ぶりにその内容を見ると、思い出しやすい。まあ、それでも一つ効果があるとね、本当に長期記憶っていうところで完全にね、ハードディスクの中に書き込めてるかどうかは別としても、すぐに思い出を起こせるっていうね。1ヶ月ぶり、まあ、厳密に言えば1週間後にやったんで3週間ぶりか、3週間ぶりにそれを見たときに、ああ、はいはい、これかっていうんで、すぐに思い出せるっていう、それはそれで一つ効果があると思うしね。見なければね、もう完全に葬り去られてる、記憶の彼方に葬り去られてることかもしれないけど、また1ヶ月ごとに無理やり強制的にはね、見ることによって、じゃあ次回また、そんな言葉をね、思い出さなきゃなんない場面っていうのは来るか分かんないけど、来た時に、より容易にね、思い起こすことができる可能性は高くなるよね。すぐにパッと出てこなくても、あれあったなとかね。あったなぁ。でも思い出せない。でもそれは残念だけど、近づいてる。結果としては、丸か罰かで言えば、アウトプットできなかった時点で、コミュニケーションのね、意味を果たしてないんだけど、まあ、惜しいところまで言ってればね、またじゃあそれ調べて確認して、あそこに書いてあったな。確認して、ああ、これか。じゃあ次回は思い出すとかね、ちゃんとアウトプットできるかもしれないし。もちろん、これをやってることで記憶としてまあ定着しててぶら下がっててね、なんとかスパッとそれが出てきてアウトプットできるとか、まあちょっと100%じゃないけど近い発音で言ったら通じたとかね、訂正してくれて通じたとかね、ヒントとしてこう、あれでこういう、これでこれで、ああ、こういうことねって言って意思疎通ができるとかね、そういう意味ではまあ、丸か×か、なんだけど、このまあ外国人というところで多めに見てもらって、90%、80%の記憶で、ちょっと頭を持たれて、こう、出かけてるところでもね、なんとかそれは役に立つ場面もあると思うんだよね。外人だから、あ、こういうことねっていうふうにね、多めに見てくれて。そういう感じで、まあ、このノートね、一応、このやってみたけど、どうかなと思いつもね、続けてるんで、これがだから、こんなことをやったら逆効果だっていうことが証明されない限りは、こういうふうにつけていって、愚直にね、まあ、復習の記録を続けていくと。
そう思ってるんだよね。まあ、ノートとかね、これ、あれは、僕はこれ、なんつうの、変な例えだけど、スキーで言うと、ちょっとごめんなさい。スキーで言うとね、雪をする、スキーで言うと、ストックのようなものだと思うね、ストック。ターンするときのストック。実際ターンするときって、体重移動とか、エッジを効かせるとかね。それで、ストックを刺して、そこを支点にね、ぐりぐりっと力技で、回転させるっていうんじゃなくて、あくまでもタイミングを取るためのね、道具であって。だから、これもね、ノートをつけるっていうのは、これがなくても別に、本当の頭の中に叩き込んで、で、あとは口からそれを出すとかね、理解するとか、聞き取るっていうのが大事であって、書くとかね、読むとかも含めて。これが一つのその目的になっちゃダメなんだけど、でも、これをタイミングでね、タイミングとして、あそこに書いてあったなとか、あそこに、あの時書いたなとかね、呼び起こす、記憶を呼び起こすね、タイミング、機会になると思うし、そういう意味ではね、本質じゃないんだけど、この労力はね、労力かかるけど、そういう作用を働かす、促してくれるっていう、ね、意味があると思ってるんで。という感じで、まあ、ついてるこれ、ね、今、だけどまた、何ヶ月後か、半年後か、1年後か、どんだけ増えてるか、いうところで、ね、ちょっと自分にプレッシャーをかける意味でもね、また増やしていこうということで、終了。